こんばんは、闇ミと申します。ヨトギ話ラジオ、第3回ですね。ちょっとまあ、近況報告的な感じで、最近あったことを振り返りつつ、話していこうかなというふうに思っているんですが、えー、まあ、配信、まず、そうだな、舞台とかの話、とりあえずしておきますか。あの、宣伝もね、ちゃんとしておかなきゃならないなというふうに思っていたので、ちょっとまあ、 舞台の話を先に宣伝からあの皆さんがブラウザバックをする前に先に宣伝からさせてくださいお願いですからそれだけ聞いていってくださいえー、私舞台や朗読劇に立っておりまして切り替え早いなはい舞台や朗読劇に立っておりまして来月11月ですねまさかこの動画上がる頃にもう11月になっていることはないでしょうと思って来月と言いますけれども来月11月に 朗読劇ににににつつつそしてててて舞台に1つ出演が決ままっておりますそれについい簡単に話ささせてくださいえ朗読劇の方が朗読劇カラフルといいまして11月15日から17日実際は19日まで公演があるんですけど僕が17日までの平日のみの出演となるので、まあ、平日ちょっとお忙しい方々も多いかとは思うんですがよろしければ足を運んでいただけると安心します。 嬉しいし安心します。あ、よかった、平日でも来てくれるお客さんがいるんだと思って、僕は安心するので、ぜひ足を運んでいただければなというふうに思っております、まあ。内容はカラフルという小説を元にしたもので、結構その有名な児童文化賞みたいな、児童文学文化賞みたいな賞も受賞。ちょっとごめんなさい、あの、詳しい。 名前なんて言うんですか名前正しい名前とはちょっと違っていたら申し訳ないんですがというのも撮ったような名作の小説で僕も最近原作を読みましたちょっと実際昔には読んだことなくてこのお話が決まってから原作を読んだんですけどなんかすごいなんていうのかな生々しいリアルな人間模様を描きつつもどこかちょっとあったかいような。 俺が児童文化に値する内容なんだっていうぐらいちょっと生々しい要素もあったりとかしたんですけど、それでも最後、読後感はすっきりと温かい気持ちになれるような、ほっこりとした気持ちになれるような、なんていうんですかね、冬にこたつ入ったみたいな感じの、寒いけどそこに温かさがあるみたいな感覚の作品でした。内容といたしましては、主人公が死んでしまって、天界に魂が連れて行かれた後、 突然天使ですね。この天使が僕の役なんですけど、突然その天使に、あの、おめでとうございます。あなたは抽選に当たりました。あなたは今から別の人の魂になって、別の人の体に乗り移ることができて、そこで一週間の間人生をやり直すことができます。いわばホームステイのようなことができます。このホームステイ中に、あなたが何か犯した前世の過ちを思い出してください。思い出したら、 リンネ天の輪から本来外れなきゃいけないんだけどリンネ天の輪に戻ることができますよみたいなそういうことを言われるというお話ですねでまあ主人公が中学3年生の男の子の体に乗り移ってその家族として、えー、中学3年生の男の子の家族として家族と一緒に過ごしていったりするわけなんですけれども、まあ、その家族が 一見すると結構いい人そうに見えるけれどもいろいろと紐解いていくとなんか二面性といいますかいろんなああこれはその男の子もいろいろ苦労していたんだなというのが分かるような内容になっているこういったような作品ですかね。でも、まあ、これが結構面白くてうんぜひ,ぜひあの内容が普通に面白い作品なのでぜひあの皆さんにも見に来ていただいて。 あのー、どういう感想を皆さんが抱くか感想をね聞いてみたいなというふうに思っております。あんまり僕小説や本を読むことがなかったので本を読みつつ「オーディブル」っていうねそのアマゾンにある本を要は朗読してくれてる音声を聞き流せるっていうサービスがあるんですけど電子書籍版とオーディブル版両方を入手して電子書籍版を読みつつオー,オーディブル版を流すっていう。 耳からも目からもインプットするということで、なんとかその活字離れをしていたのを耳からも言えることで復帰しながら。でも字面が大事じゃないですか、小説ってやっぱり。活字離れはしておりますが、本を読まないたちではありますが、やっぱりその本の何たるかみたいなのは、さすがに知らないわけではないと言いますか。字のその収まりであったり、そこにもまた表現の一種が現れてると思っていて。まあもちろんその朗読でね。 付与される我々は声を使った仕事をしている身ですから朗読で付与されるその声の情報量っていうのもまた大事なものだと思うんですけどそうでなくて字で表現しているにあたって例えば漢字を使うのかそれとも開くのかひらがなで書くことをね俗に開くという言い方をしますけど例えば物とかこととかっていう何々をしたことがあるのこととか何々というものだのもの みたいななんかねルールがあったりとか例えば3点リーダーは2個セットで使うみたいなビックリマークの後には半角スペーススペースを空けるとか何かいろいろとルールがーカギ括弧の一番最後に丸はつけないだとか何かいろいろとルールがあったりとかしますけどなんかそういうルールをもちろん守る小説がいっぱいある中でそれに逸脱するっていうのも一つの表現だし。 あるいはそういうルールをかっちりと守って字面としてそのきれいな表現をする。うん。というのも一つのその,その人の表現方法だし漢字で書く、カタカナで書く、ひらがなで書くっていうのに対してまた与えられる印象は変わってくるしなんかカタカナでね書いてあったりするとなんかそのもの自体の本質がなんとなく分かっていない平たく捉えられるようなもの正義っていう言葉があったとして漢字で正義って書いてあったら もっとなんかそのリーガル的な正義を思い浮かべるしカタカナで正義って書いてあったらなんとなくその皮肉めいたものであったり平たい正義のような感覚がするしこれはあくまで僕の感覚ですけどなんかそういうのをね使い分けたりとかして、えー、書いてらっしゃる方もいらっしゃると思うとやっぱり本っていうのは文字媒体で本来の媒体で本来の形で読んだ方がいいんだろうなと思いつつ なかなか触れる機会がなかったのでなんかいい復帰作というかいい感じにその本ってやっぱり面白いなって思える機会をいただいた感じもしますねあと本で言うとあのー、レインっていう RD ・レインっていう方が書いた好「好き好き大好き?」っていう小説があるんですけど名作のね歌謡曲にもなったフレーズですけれども「好き好き大好き」 このレインってね、シリアルエクスペリエンツレインって僕が大好きなアニメがあるんですど、ゲームアニメがあるんですけど、ゲーム版の精神科医と主人公の女の子、イワクラレインちゃんって、このイワクラレインちゃんのレインがそもそも RD レインのレインなんだけど、原作のそのゲームに出てくるイワクラレインちゃんとイワクラレインちゃんを見ているカウンセラーの女の人がいるんですけど、その二人の対話の中にも RD レインの小説そのものが出てきたりとかするっていう作品で、 その日本の、なんていうか、サブカルチャーというか、なんていうんですかね。ハイハイ的な、ノスタルジック、とはまたちょっと違うけど、なんていうんだろう。ちょっと闇カルチャーっていうんですかね。とかにも影響を与えた作品なので、この、好き好き大好きの、訳語版が新しく出た。 今もう出回ってるのはほぼ絶版みたいな感じになっちゃってて出回ってるやつはバカ高くなってたんでなんかそれを新しく文庫本サイズで新新しく訳語版を出したっていうのがあったんでそれを買ったりあのニリガルオーバードーズっていうね、えー、ゲームがありますけどインディーズゲームがありますけどニリガルオーバードーズもそのレインからインスパイを受けてるしシリアルエクスペリメンツレインからもインスパイを受けてるしでそれを 手がけたストーリーと原案を手がけたニャルラさんという方がいらっしゃったニャルラさんがまたそのレインの新しい訳語版ですね好き好き大好きの新しい文庫本版文庫版に、えー、書評というか後書きを書いてらっしゃったりとかしてそういうのも相まってちょっと気になったので買ってみたりとかしましたまだ全部は読んでないんですけどちょくちょく読み進めてますしばらく本から離れてたけど 本も悪くない媒体だなないいだと思いましたなんかおすすめの本とかあったらぜひまた教えてください。あんま長いの見れないかもしれないから昔はそれこそ「ハリー・ポッター」とか読まされてたけどあんま長いの見られないかもしれないからなんかサクッと読めるジャノベってほどではないけれどもそれぐらいのサクッと読める短編集とかねでおすすめあったらぜひ知りたいなと思っております。話長くなった本の話あともう一個ね舞台あります。 えっと私が今年の初めぐらいに出たセプトさんという団体さんの舞台が新しく決まっておりましてドリームテラーという舞台がございますドリームテラーですね、えー、チケットの受付がちょうど終わるぐらいのタイミングなのでまた一般販売を一旦お待ちいただければという感じなので詳細は XTwitter をご覧くださいという感じにはなるんですけれども今現在一般販売が控えておりますとで 内容といたしましてては夢夢ドリーーームテテラーと書いてあるるので、まあ、夢がテーマになる作品ですねまだちょっと詳細な情報が公開されてない段階なのでまだちょっと話せる内容が少ないんですがホームページにある内容としては昔バラバラになってしまった5人の仲間たちが夢の中で再会して夢の語り部を名乗る男に課題を課されるそれはこの夢の答えを砂時計が落ちきる前に導き出せと言われる。 でバラバラになった5人が夢の世界で悩みや葛藤を抱えつつも現実世界で抱えつつも夢の世界で協力して夢や現実それぞれを行き来して謎に向き合っていくみたいな感じのお話でセクトさんっていうのがちょっと特殊で音楽が中でバンバン入ってくるみたいな結構音楽が入ってきたりとかするのでライブパートがあるみたいな感じですかねライブパートがあったりとかしますし アクションもがっつり入ってきたすする時はしますしまううかかあと今回は演出家の後藤健さんという方がダンスを教えてらっしゃったりとかする方ダンサーの方なのでダンスががっつり入ってくる舞台になるんじゃないかなと僕はちょっとダンスが苦手なのでどうなるか分かりませんけれどもダンスががっつり入ってきたりするというのもあったりとかして結構なんというか普通に舞台を見に行くよりかはライブを見るような感覚で見れる舞台。 になっているちょっと特殊な舞台になっているので、ぜひぜひこれもライブとかお好きな方は見てみていただければなと思います。で、また自分じゃない人たちの話をするんですけど、ライブといえばね、僕一個見に行きたいなってちょっと気になってるなっていうアイドルライブがあって、あんまり僕もライブとか行くたちじゃないんですけど、友達のライブは見に行くとかね、歌い手さんのちょっと付き合いでライブ見に行くとかはあるんだけど、 あんまりそのライブ慣れしてる方ではなく、うん、クラブとかにも行く機会はあるにはあるけどなんかそうがっつりはしゃぐってよりかは後ろの方でみたいな方腕組み保護者面のポジションなんですけどなんかそんな中でもちょっとこのライブ行ってみたいなって思うライブアイドルライブが最近あってちょっとね行ってみようかめちゃめちゃ迷ってます。 舞台の稽古がね、入ってくるんで、舞台の稽古がなかったらいけるんだけど、当日どうだろうな、まだスケジュールわかんないなという段階だったりするから、なんともね、ちょっと踏み切れないんですけど、行ってみたいライブがあるんですよね。ただまあ、アイドル現場だと思うから、やっぱコールとかね、いろいろとあったりとかするんだろうなって思うと、アウェイでも行ってもいいんですかって、こういうのみんな大体言うけど、本当は行っていいんだよね、と思いつつも、 っていうのは分かっていつつも、ちょっと本当に行っていいのかな、大丈夫かなっていうのを今、尻込みしている段階です。まあ、多分、稽古はなかったら行くかなとは思っていますが。あと、ちょっとまあ、最近あったことを振り返るんですけど、だいぶ話してるな、このオープニングトーク、本来オープニングトークにするタイミングで。最近あったこと、えー、都内のプリン、おいしいプリン屋さんを友達と巡りました。 三箇所ぐらいプリンをはしごしました。人生で初めて。なかなかないよね。プリンのはしご。とか、えー、グランピングに友達数人と行きました。なんかハンモックとかがあって、で、ほぼもう貸し切り状態で、そう、ほぼ貸し切り状態だから、ほぼ貸し切り状態というか、貸し切り状態ですね。宿泊客が我々しかいなかったんで、もうその施設丸まま自由に使っていいよみたいな状態になって、 ただあの普通にデイユースっていうのかな、温泉施設みたいな感じでは使える状態だったから、その温泉施設にお客さんはいたんだけど、その人たちももう夜中には帰っちゃうから、夜中はもう自分たちを自分たちだけみたいな。好き放題、ハンモックに揺られたりとか、夜中歩き回りながら雑談したりとか、キャンプファイヤーやってもらったりとか、店員さんにね、やってもらったりとかして。 くつろいいで過ごさせてたただきましたあとその近くのスーパーで買い出しに行っていたらあの明らかにこの人僕のこと知ってんじゃないかなっていうぐらい23度見をされた方がいて「あこれは多分僕のこと知ってるんじゃないかいやでも自意識過剰か?」とか思ってたんですけどその後グランピング施設に戻った時にインスタにパッと通知が来てなんだろうなって思ったらメッセージで。 あの先ほどどこどこにいましたかみたいなメッセージの通知きれて、まあ、多分迷惑かなと思って、あのー、消されたんですけど通知だけ残っちゃってたんですよね。でういう通知が来てあよかった見られてるなって思ったのは自意識過剰じゃなくてよかったって思いました。うん、なんかやっぱねおなんかこの人僕のこと知ってんじゃないのかなみたいな街ですれ違った時に23度見されるみたいなのはちょくちょく。 なんかやっぱあったりとかして、でも本当に自意識過剰じゃないかな、どうなんだろう、なんかって思うのもどうだろう、みたいな。って思ってたりとかしたんですけど、あやっぱこういうケースあるんだと思って、<laughs> なんかちょっと安心しましたね。普段が、その、おごってないんだ、自分って、みたいな。うん。っていう安心がありました。全然ね、あの、他の人と一緒だったから多分声かけづらかったでしょうけど、一人でほっちき歩いてるとこ見たら、 全然声かけてくださっても全然大丈夫なので、この時はよろしくお願いいたします。とかとか。あと、これまだ言ってないんだけど、あの、ちょっとツイッターで話題になった、昔もね、一回話題になったんですけど、やだなー点。なんか日常のやだなーっていうことをポツポツと、ポツポツと展示しているやだなー点と、 この人いい人だなっていう日常の些細なこの人いい人だなエピソードをポチポチと展示しているいい人すぎる予定っていうのが昔 SNS で話題になりまして最近それの第2弾が出ましてでその第2弾もまた SNS 上で話題になっておりましてこれ見に行きたいなと思ったんで近日見に行く予定を立てております多分また感想はこういうラジオとかでお話しするんじゃないかなと思っております もう20分話してる。だいたいいつも30分前後ぐらい、20分過ぎたら終わろうと思ってんのに、お便り一通も読んでないわ、今回。えー、一個だけちょっと、あのー、他の方々のね、悩み相談とかいろんなお便りがあるのも見ておりまして、それらも全然答えたいなっていうふうには思ってるんですけど、一通だけちょっとこれ読みたいなって思ってたやつがあったんで、読みます。ラジオネーム、ラジオネームって言ってたっけ、いつも。鉄棒さんから頂きました。ありがとうございます。 僕もメタルギア好きなので、メタルギアについて語ってほしいで、ありがとうございます。シンプル。あの、だいたいラジオのメールって、闇ミさん、それを聞いてるリスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、こんばんは。えー、ラジオいつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。早速ですけれども、お悩み相談などさせていただければと思います。早速ですが、闇ミさんにお聞きしたいことがあります。みたいな書き出しから始まること多いんですけど、これも、ありです。 このフランクな感じ嬉しいですねなかなかそのハードルが高いと思っているところにこのポツッと書いてくださるのこれはこれで嬉しい内容ですねえー、メタルギアメタルギアがもう好き、えー、メタルギアソリッドシリーズっていう、まあ、メタルギアシリーズですねメタルギア1メタルギア2メタルギアソリッド12345も遊んでるのでメタルギアシリーズはねもう かなり一番シリーズ通してやってるゲームなんじゃないですかね時間的な意味もそうだし周回プレイとかそうだしうんやり込んでるっていうとまた話は違ってくるんですけどなんか複数回にわたって読み返しているという感覚が近いですかね作品だなと思います語ってほしいと言われるとどっから語ればいいんだっていう感じなんですけどまあ一般的なそのメタルギアソリッドのイメージって敵がいて 隠れるゲームたまに銃撃ったり隠れたりするゲームなんか段ボール箱が出てくるスネークっていう人がいるぐらいだと思うんですよじゃあ,まあ具体的にどういうゲームなのかっていうとメタルギアソリッドシリーズ、まあ、共通して言えるのは主人公がいまして、まあ、主人公はだいたいスネークと呼ばれておりましてだいたいねそのスネークという人物がある事情でその現地に 単独で潜入捜査をする。たった一人で潜入捜査をすることになる。武器や装備なんかは現地調達で、敵の目を飼いかいくぐりながら、潜入なんで、敵の目を飼いかいくぐりながら、現地で行われている何かそのテロリストの陰謀であったりを調査して帰ってこい。みたいなのが、まあ基本的な大体の流れです。まあ、ものによってこうストーリーが違ったりとかするんですけど、 だだいそんな感じだと思ってくださいで何が面白いかっていう話なんですけどとにかくこの作っている小島秀夫監督っていう方が映画が大好きなんですよね。なんで言い回しであったりとかプレステより前の時代から作られている作品なんですけどプレステ以降とかは 3D にどんどん技術が発展していってるんで。 その映像の作り方とかがすごく映画的なんですよ。主人公の顔がアップでドンって出たかと思ったら火の映像になったりなんかその何かを象徴とするものだけが映し出されて何かのメタファーとして映し出されているとかで最新作の「5」なんかはもうカメラでカメラを止めるな的な感じでそのカメラで撮っている視点で手ぶれとかがすごいあるような視点。 の映像をあえて,使っている、ね、その映画ってやっぱその固定カメラで映ってるってのが多いけど結構広い範囲にわたって暗転とかをあんま挟まずカットとかもあんまり挟まずワンカットでこう長回ししているような要は一つの映像でずっと撮り続けている背中から追っかけたり。 背中からこう前に回ってきて顔を映したりっていうその過程さえも映っているような映像を作っ,使っていたりまあ作っていたりですね作っていたりなどしてすごくその映画好きであるこだわりが見え隠れするっていう点がまあ一つ好きなところでそこから来るストーリーの重厚さシナリオであったりまあ演出であったりを踏まえてのストーリーの重厚さでまあそれにプレイアブルなシーン 遊べるシーンが入ってきて遊んで映像を見てその映像の合間合間で遊んでみたいなよくなんかムービーシーンが何時間あってもはや映像を見させられてる説教ムービーたくさん見させられるみたいな感じの揶揄をされるところもあるんですけどかなんか実際そう思うと思えば思えるけどなんかそのなんていうんですかね能動的な読者でいられる感覚っていうのはすごく好きですね。うん 視聴者でありながら、時ただあくまで最終的にはその物語を追体験している側である読み手であるっていう感覚が結構好きだなと思いますあとはもうとにかくその物の考え方価値観みたいなのはかなりメタルギアソリッドから影響を受けた部分が多くて 特にメタルギアソリッド3って物事に絶対的な悪はない。悪というものは正義というものはいつだって相対的なものだ。時代によって決まるものだ。という価値観がよく出てくるんですけど、これは結構なるほどなと子供心ながらに思ったりなんかして影響を受けましたね。一番好きなの何って聞かれたら2とか4も好きなんですよね。 一番ややこしいと言われているのが2で一番そのファン向けだからなんというか説教臭いムービーがただ続くだけって言われているのは4なんですけどうーん4には4で集大成というものを感じるし2は2で今この令和の時代 SNS が発展し AI 技術が出てきてっていう令和の時代に改めて読み返すとすごく またたた違っっものの視点で当時はだことがなるほどこういうことが言いたかったんだ。なんならこの人はもう本当に未来を見てきたんじゃないかっていうぐらい時代を先読みしてるようなフレーズがいっぱいあるんですよ。たまにそのツイッターとかでそれこそバズったりするんで知ってる方もいるかもしれないですけど結局その SNS が発展すると誰もが発信者になって情報を食う虫になるみたいなのをそう予期したようなフレーズがあったりとか。で今この 令和という時代になって実際にそういう風になるっていう状態でまた新しくそのデス・ストランディングって言ってその先のみんながそのつながりを求めていたけど SNS とかそういうインターネットとかで一つにつながったけどそこから断絶が行われてみんながつながりをやめてしまった時代に再度またつながるようなシステムを構築しようっていうのがまあデス・ストランディングのテーマなんですけど。 これってなんか一つの行く先だなと思っていて。今もうみんな X とか Twitter とか疲れてんじゃん。AI がね、自分の見たいものを推薦してくる時代だから、そこに引きこもれるじゃん。そういうのさえ嫌な人は Discord サーバーとか作ったり、マストドンだのミスキーだの自分の好きなサーバーに行って、そこでコミュニティを構築してるじゃないですか。これもすごいいいことではあるんだけど、 その閉鎖的なコミュニティがどん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 その狭まっていくとやがてそのコミュニケーションを取る社会っていうのはなくなっていくからそこに対してまた広いコミュニケーションを取りましょうよ他のコミュニティとも流通をさせましょうよっていう一石を投じる人が出てくるかもしれないそんな未来を描いた作品がデス・ストランディングだなと僕は思っていますちょっと話はそれましたけど そそういった感じでその時代のこの先こうなるんじゃないかっていう時代をきちんと予期して描いているもちろんありえないような SF が登場するんですけど AI も発展しすぎてロボットも発展しすぎてありえないような SF が登場するんだけどそうじゃなくてその根幹にある人間模様みたいな部分は実際にその技術が発展する時代が訪れたらその人たちがこういう人たちが現れるんじゃないか っっててていいいいいううものののを描いているっていうのがメタルリアソリッドっていう作品のすごい点だなと僕は思っておりますかなりその物事をフラットに捉えるだとかなんて言えばいいんですかねいわゆる多角的に物事を見ようとするどちらか一社の視点から見ればこうだけどもう一社からの視点から見ればこうじゃないか,かなぜこの人たちはこういうふうになっているのかだとかを深く考えるようになったのは一重に。 メタルギアソリッドという作品群の影響をおかげだなというふうに思っている部分はすごくあります。はい、そんな感じで。ちょっとね、時間が時間なんであんまり長くは語れなかったですけども、好きな点を言うのであればその辺ですね。映画好きならではのシナリオライティング、映像の作り方、そこから得られるシナリオのその受け手としての感動、そして受けた先にある この物語のメッセージ性を読み取ったときのそのメッセージ性というものにかなり惹かれています。といった感じでしょうか。というところで、えー、長々と喋ったのであっという間にお時間が来てしまいました。よとぎ話ラジオ第3回でございます。よとぎ話ラジオでは皆様からのお便り、メールを募集しております。こういうなんか、こういうこと話してくださいというのでもいいですし、あとはその、こういうことに悩んでますみたいな相談、お悩み相談。 あの受験の相談とか、えー、人生に関する相談とかもいろいろいただいておりますが、まあ、そういうなんか重い相談でなくても軽い相談でも結構ですし、まあ、あの恋愛とかのそういう、なんかそういうなんか誰かに相談したいけど誰に相談していいか分かんないみたいな感じの相談ごとでも結構ですし、まだまだお便りを募集しておりますので、ぜひぜひ、えー、メールフォームの方からよろしくお願いいたします。まあ、手先は、Spotify であれば、Spotify や Apple Music であれば、えー、おそらく詳細欄。 ところにございまして、YouTube であれば概要欄と呼ばれるところにございますので、ぜひぜひそちらをチェックしていただければなというふうに思います。そして、えー、一つ新しい試みとして、この後ですね、ちょっとまあアフタートーク的な感じで話した内容を振り返って、ちょっともうちょっと喋ろうよっていうのをアンボックス限定とはなりますが、やろうかなと思っております。ここからちょっとそういうのをやろうかなと。 ファンボックスの方で、本当は月一ツイキャスの配信をやりますっていうふうに言ってたんですけど、ちょっとツイキャスの配信が実際今できていない状態なので、代わりと言ってはなんですけど、音声作品としてファンボックスの方で、ラジオのアフタートーク的なやつを投稿しようかなというふうに思っておりますので、気になる方はぜひそちらのファンボックスで聴いていただければなというふうに思います。よろしければチャンネル登録、そして Spotify や Apple Music のフォローなどなど、よろしくお願いいたします。 あと前回やったように、Spotify の方が若干早く公開されます。Spotify、Apple Music の方が若干早く公開されて、YouTube の方が若干遅れて公開となるので、我先に絶対に聞くぜ、早くっていう人は、ぜひぜひ、えー、ポッ Podcast 版をお聴きいただければなと思います。ではでは、長くなりましたが、お聴きいただいた皆様ありがとうございました。あ、舞台や朗読劇の方もよろしくお願いいたします。 ではまた次回お会いいたしましょうバイバイ